はい、おはようございます。今日はイチジク、みんなが大好きイチジクです。女性は特に大好きなイチジクですね。イチジクタルトやイチジクのケーキ、もう本当大人気です。イチジクを始めたきっかけは、実は、この畑は上の方に池がありまして、その池から水が流れてたまるんですよね。なんで水の大好きな野菜を植えようかなと考えた時に、イチジクというのをちょっと思いついたんです。しかもイチジクというのは、枝を切って刺していくだけでどんどん生えてくるんですよ。なんですごい野菜なんです。それではイチジクの、ということで、今回はイチジクの増やし方をご紹介したいと思います。イエス、田舎暮らし。
はい、だいたいこんな感じで水につけています。だいたい25センチぐらいに切って、水につけますね。3日ぐらいつけると、枝が水を吸ってくれます。それでそのまんま、畑に刺していきますね。それで結構もうなんだ生えてくるんですよね。でしかもあのなんだね、太い枝とか長い枝だと水を吸ってくれないんで、そういうのはちょっと省いておきます。こう細くてまあ20センチぐらいで芽がついてるもの、そういうのを選んで水につけます。